6度目の出動。両雄が開口に引きずり込まれ、叫び声は咀嚼音にかき消された。17度目の出動。家に着くと、開け放たれたドアから血の匂いが漂ってきた。4度目の検証任務。同伴者は皆失踪し、日を浴びた肌には潮が吹いていた。ロドス、定期確認。今回こそ彼女たちを見つけてみせる。